レイゾンデート始めていくよ。なんでこんな声で始めてるかは教えないよ。前回ですね、圧倒的死亡フラグ回収の速さでキャロルが死にました。いや、死亡フラグの回収が素晴らしすぎてさ、ちょっと不謹慎なくなり笑えてしまった自分がありますが、ここに、ベティ中庭にいるってことがあるみたいなんで、中庭にいるベティに話しかけに行きまーす。マップこれ。あ、そうか、天気悪いになったわ。ベティー、こんなところにおるんか、一人で。ロゼ、私の部屋、血まみれになっちゃった。うわ、自分の部屋の心配か。友達よりも自分の部屋の心配か、お前は。友達亡くなったやぞ、お前。とりあえず、ジェフの部屋で少しになったわ。次は、私かな。あ、そうか。いちいち一人振動剣な。次はもしかしたら自分のターンかもしれないみたいな感じになっとんじゃ。どうしてそう思うの？この中には、夜になると悲鳴が聞こえるな。え？この教会は秘密だらけ。そして、ここにいる私たちも秘密だらけ。ロゼって病気なんでしょ？しかも治らない。絶対死んじゃう病気。私から見たらあまりそう見えないけど、ロゼは怖くないの？よくわからない。でも死にたくないよ。そうだよ、死にたくないって思わない人なんかおらんのぞ、この世の中には。あ、でもあれか、ジェフはなんかさ、死ぬって分かっておきながらもさ、受け入れたような感じだったけどな。何なんだろうな、その死んでもいいやって思って、死ぬのを受け入れる方と死にたくないって思って逃げる方の分かれるところってどこにあるんだろうな。ベティは死にたくないって思ったタイプの人間か。そう、それを聞いて安心したわ。だってロゼってなんだか壊れかけるお人形みたいなんだもん。ああ、失礼やなお前。お前結構可愛い顔しとるし、結構おとなしい方かなと思うとったら割と失礼やな、お前。タモナカは、お前。でも、きっとここにいるみんな、誰かの操り人形なのよね。ん？どういうこと？秘密を知りたかったら、中庭の姫、ロゼも聞いてみるといいわ。でも、夜には神父様が鍵をかけちゃう。姫とか聞いてんの、お前。そんな顔をして、そういう。悲鳴ってな、どっから聞こえてんのお前。なんだ、亡くなったものが死後の世界から悲鳴あげてんのか。幽霊でもおるんか。昼間のうちに中庭の鍵を手に入れておかないと悲鳴は聞けないから、頑張ってね、ロゼ。なんでそんな えげつないものを聞くために鍵を盗みに行かなあかんのか。しかもルイス自身から盗みの赤いから赤いような感じで出てきたぞ、今。このゲーム狂ってるな。何者かの悲鳴を聞くために鍵を盗んでいこいっていう言われてるわ。ルイスのところ行かんかったらあかんのか。ルイスどこおるんだ。とりあえずこっち戻るけど。あ、おるわ、普通に。ああ、しかもこれでできたってことは、もう完全にルイスから盗まなあかんの。ベティの様子はどうだったかな。キャロルを失って心細いだろう。ローゼが出るだけついてくれると、私も安心できるよ。あ、ダメなんですよ。あの、中庭の鍵を盗んで、夜に悲鳴を聞かないといけないっていう、えげつねえ達成目標があるんで、それを達成しないといけないんで無理なんですよ。ごめんなさいね。中庭の鍵を盗むには、集中してルイスを調べてみよう。ぶんどるんじゃ、ちょろいな。それで盗めるんだったらルイス先生、ルイスすごいちょろいな、お前。集中モードか。そんなんで盗めるもんなの、鍵。人の体は。おっと失礼みたいな、スリじゃないんやけどさ、スリの銀次じゃないんやけどな、俺は。突然いきなり現れたかと思ったらいきなり所持金奪うような、そういう桃鉄であるようなやつじゃないんよ。
やばい、集中モード重すぎてさ、全然動かんのやけど、ゲームが。集中モードが動かす、動く、え、なんだこれ、どっかのケーキとかあるぞ、お前。え？あ、あれ？ルイスが持っとんじゃなくて、ちょっと、え、応接間の鍵もあった違う鍵手に入った、なんか出てきたけん、調べてみたら違う鍵手に入ったぞ、お前。まあ、ないよりはマジやけん、もらっとくけどな。あ、お前は、このゲーム前から思っとうけど、もうちょいカルできんのか。な、これ。ルイスから鍵を盗む。赤い枠を狙う。あー、なんかミニゲームちょっと始まったぞ、お前。あー、普通に外したんやけど。ここかな。エンターキーがそもそも反応しとんかなってちょっと思わないけど、お前。エンターキーがそもそも反応しとんかなってちょっと怪しい感じるんやけど。ここ？あ、これ全部やらんかったらあかんのか？ 3 箇所赤い部分あったけど、その3箇所できっちりエンターキー押してたらあかんのかな。ここ、ここ、ここか。よっしゃ、うまい。手に入ったわこんなんでさ、ルイスの体に隠してある鍵というぶんどれるもんなんだよ。ちょろいな、ルイス。鍵2つに入ったわ。応接室の鍵なんか使うんかな。とりあえず集中モード切って、重いよこれ。待ちなさい、ロゼ。バレた秒でバレたぞ、おい。大丈夫か、ロゼ。あまり顔色が良くないみたいだね。平気。ここ数日の雨で冷え込んでるせいかな。そうだ、ラウンジで温まるといい。追いつけばいろいろ思い出せることもあるだろうしね。ちょろちょろ、あー、びっくりした。映えたんかと思ったじゃないか、お前。ちょろ全然鍵解消音がめなかったわ。やったぜ。ラウンジ。あ、そっちね。ありがとう。体、ちょっと気使ってくれた、むしろ。悪いな。鍵ぶんだらせてもらったわ。あ、暖炉があるけん温まれるんやな。あー、飯よー。あー、あー、ははあー、たまれ、はははは。あー、決定機押してね、罠も出てこん。あ、ここでも集中モード使えてか。なんかあるん。あ、温まろう。あ、いちいち集中モード使わんかったら温まれんのか、この子は。別に集中せんでもちょっと手伸ばせば温まるだ。温かい。わざわざ集中モード使う必要あるんかな。温まるって行為はさ、どんな人間にでも与えられた平等な権利だろうに。誰ロゼおいでとか言われて、誰か知らん人出てきたよ。これ何、階層？いきなり人が出てきたってわけじゃないだろうに。でもなんか呼んでる。階層の中の人物か、なぜか私のことを呼んでる。あ、でもなんか、美人やな。あと、おっぱい大きいしな。やべえ。俺、女の人を見てて、だいたいおっぱいに目が行くよな。あー、ついていっちゃった。ほいほい。え？あ、お母さんなんじゃ。あ、え？お母さんの計画見えてる。温まって気が楽になったけんか。お母さんの計画見えてる。ママ、気分はどう？そうね。とってもいいわ。だって、こうして、ロゼを抱きしめられるもの。幻覚です。それ実質を持った残像ってやつじゃない。 F91 始まったよ、お前。あ、誰か入ってきた。家族。あー、お父さんじゃ。わかるぞ、これ。どう考えてもお父さんじゃ。だって目の色と一緒やもん。黒金髪、黒目の色、遺伝なんやな、ロゼ。ママに紅茶を持って行っておくれ。はい、パパ。もう見ただけでさ、お父さんって分かった。もう初めて見た割には。
どうした？どうしたー？あ、あれ？え？そういうことなん？え？そういうことなん？ノワール先生、実はお母さん、ない、それはないか。でもなんかさ、確かにノワールに似とんなとは思っとったけど、え？お母さんの姉妹とかそういう感じ？あら、あら、ロゼ、大丈夫？怪我はない？ノワール？どういう立場なん？確かに似とうけどさ、お母さんと。目の色は違うな、でも。あ、でも体つきのムチムチ感は一緒なんよな。なんか、身につけとる服の色合いのセンスとかは一緒やし、ムチムチ感一緒やし、なんかちょっと似とんな、お母さんと。ロゼ、私はずっと、ずっと前からあなたの味方。それだけは忘れないで。なるほどな。二刀剣。お母さんとノワールが二刀剣、ノワールを見てお母さんだと言ってしまった感じじゃないかな。ロゼ、大丈夫？あれ？ノワール？重ね合わせたんか？夢でも見ていたのかしら。部屋に入ったら、ロゼが佇んだままで、声をかけても反応ないんだもの。大丈夫？うん。そうだ、ロゼ。ちょっと気になることがあるの。もしよかったら、今夜付き合ってくれるかしら。あー、こっちもちょっと今夜やることあるんでね。それに付き合ってくれるんだったら付き合ってもいいですよ。何ですか、付き合うってくれるって。カジノ行くんすか？カジノで大儲けするんすか？ラスベガスですか？私を泊まっている部屋は東側廊下をまっすぐ行った先よ。いつも夜の東側廊下は鍵がかかっていて入れなかったと思うわ。私が開けておくから、ロゼの好きなタイミングで来てちょうだい。これどっちの方がさっきやった方がいいんかな。ノワールのところ行くんか、悲鳴を聞くんとどっちが先の方がいいんかな。なんかさ、ノワールの方さっき言ったらその悲鳴を聞くってことをイベントを起こさずにストーリー進んでしまいそうな気がするな。悲鳴の方が先の方がいいん、え、どっちの方がいいんだろう。わ、どっちの方がいいんだろう。これ東側のところいいかな。自室で夜まで休む。あ、とりあえずまあ時間潰しとかなあかんな。じゃ右廊下をまっすぐ行った先に止まっとんじゃ。休むぜ。休んどこ。ラウンジで見たママとパパは夢だったのかな。二人ともすごく近くに感じたのに、質量もざ残像だったな。それにしてもさ、お母さんとノワールがすごい似とるなって思ったけど、なんか関係あるんかな。あれ、ママは私と同じ病気で死んじゃった。でもパパは、そういえばパパが死んだって話はなかったし。なんだ、パパはどこおるん今。あらら、なんか死んでるね。今の感じの映像見せられたら死んでるんで、どこで寝てんだお前。ベッドで寝てなかった。ベッドに横になるよお前。なんでわざわざ床の上で。床で寝ちゃった。もう夜。ノワールに会うってここで出たってことは、ストーリー上、ストーリー進めるにはノワールに会わなあかんのやけど、だったら先にあれか、姫の方を聞いとかなあかんってことか。姫はあれよな、あれよな、中庭行かなあかんのじゃ。いよったな確か。中庭はどこでしたっけ。どうでしたっけ。こっちですよ。え、姫は、姫は。ここか。来てくれたのね。前に切断された指を見つけたでしょ。うん、渡したやつな。うん、何か分かったの。朝からダイニングで腐敗臭がするの。切断された指に関係してると思わない。あー、ダイニングで見つけたんやったっけな指。確認しに行こうとしたんだけど、ちょっとした問題があってね。ロゼにも協力してほしくて呼んだの。え、
何その助手みたいな探偵の助手みたいな感じのことをさせるんですか。まあいいですけど、それにあまり良くない状況だからロゼを一人にさせたくないっていうのもあるわ。なるほどね、わかった。私も気になることがあるの。一緒に中庭に来てくれる？あ、それでイベントで始まって、その中庭に悲鳴聞きに行くって話になるんじゃ。なるほどな。もちろんよ、ロゼ。あなたの願いは何でも聞くわ。じゃあまず中庭に行きましょう。よかった。ちゃんと中庭でその悲鳴を聞くイベントの話は進むんやな。よかったよかった。はい、ガチャあり。まだ雨降りよるよ。もう開幕聞こえてきたぜ。うっすら聞こえてきようもんな、悲鳴が。どの辺から聞こえてきようかって話だけど、集中モードか、こういう時こそ。悲鳴が聞こえる。一体どこから？ここ？この声はアンパンマン。ベティが教えてくれた。夜になると聞こえてくるんだって。かわいそうに。悲鳴と泣き声、苦しむのあまり彼らは死を願う。私は医者だから、殺してと言われるのが一番辛いわ。ノワール、黒崎美声のこと何か知ってる？いや、これ聞いて何か知ってるって言われてさ、何か知っとったら俺ドン引きするわ。いいえ、そりゃそうだよね。そりゃそうだろ。悲鳴聞かされてさ、うわーってなっとうときにさ、これに固定して何か知ってるって言われたらさ、どう答えればええってなるもん。そりゃそうだろうな。聞こえなくなった。確かに。そうね。一体どこから？聞いとるぜ。あなたは私が守るわ。たとえどんな方法でもね。雨で体が冷えるわ。さあ、もう行きましょう。置いて帰ったで。僕たちは選ばれてここにいる。選ばれてここにいるってみんな言いようけどさ、なんで選ばれてここにおるって知っとんだろうな。それちょっと俺疑問になるんよな。選ばれたからこそここにいるっていうなんか根拠はあるんか。秘密については私も調べてみるわ。どっから聞こえて誰の声なのか調べてわかるもんですか。なんかそういうお坊さん的なさ、高齢術とか使うような人じゃないとわからんもんだと思うんですけど、ただの医者がそんなものわかるもんじゃないと思うんですけど。今できることをしましょう。ダイニングへ一緒に来てほしいの。あの指の話やな。ダイニングってどこやったっけ。あ、遠いな。ほぼ逆にあるな。えらい遠いところだな。ブーン。ブーン。あ、あれ？先回りしとる。お前なんか俺、私たちがここに来るかを予言したような感じでおるな、お前。こんな夜中に出歩いたら、ジェフとキャロルみたいになっちゃうよ。怖いな。ここには入らせないよ。君たちを入らせないようにって言われてるからね、みたいな。な、そんな言い方で聞こえてくるけど、どうなんだい？どういう意味でそこに立ちはがったんだよ、ない？エリオット、何してるの？関係ないだろ。そんなことよりダイニングには入らないでほしい。っていうか、入っちゃダメ。ちょっとした問題ってのが彼のことよ。あ、こいつが。あ、こいつで、ね、神父様が言ってたよ。ノワールって医者は信用しちゃダメだって。マークされてんやな。どうしてダイニングに入っちゃダメなの？僕だって知らないよ。けど神父様に言われたんだ。僕だけを信用して頼んでくれたんだ。ああ、信筋取るもんな、お前、エリオット。あ、ノワール先生、こういうガキにはね、色気を使えばいいんよ。ほら、エリオット、私の胸に来なさい。ふふふ、お姉さんが
いっぱいいいことしてあげるとか言うたらさ、落ちるぞ。多分こういうガキは女の魅力当てれば落ちるぞ、クロッと落ちるぞ。頑張れ、頼む頼む、ノワール頼む、色づっかけを使ってくれ。神父様だけなんだ、僕だけブツブツ。ローゼ、ちょっとこっちに。作戦かーい、作戦かーい。エリオットの気を引いてダイニングに行きましょう。うん、それを、そのためにはノワール先生の色気が必要なんですけどね。俺はそう思うんですけどね。ほら、エリオット、こっちにいらっしゃいって言って、いざなってくれない。その間に俺調べとくけん。どうすればいいじゃないねんよな。うん。するのはロゼじゃなくて、ノワールなんよな。彼は神父様に執着してるけど、精神的に不安定なところがあるから気をつけて。騙せれば、嘘でもいい。説得してみましょう。色仕掛け。色仕掛けでお願いします。色仕掛けでお願いします。はははは、かっこ嘘って。かっこ嘘っていらないと思うよな。神父様が呼んでたよ。それだけでさ、ホイホイついていたエリオットすっごい雑魚やな。エリオットくっそ雑魚やな。ああ。嘘だ、来た。やべえな。リュウグレタ出てきた。嘘だ。ローゼが来てから神父様は君ばっかり見てる。でも僕にお願いをしてくれたんだ。神父様が来るまではここは通せないよ。ダメみたいね。会員について知る必要がありそう。どいてくれよ、どいてくれよ。信頼は裏切れん。マジか。あ、グレッグ。あ、同じ部屋のグレッグ。彼の筆記を引けるような情報を持ってたら助かるんだけど。持ってるんかな、何なんだろう。色気か、やっぱ女性の色気か。こいつ、おいらと話を最中、絶対、ノワールさんの胸見ばっか見てたわ。多分な。まあ、俺がエリオットだったら、絶対胸見てたかもんな。多分気持ちはわかるぞ。ってことは、部屋に行けってことか。どこだ？エリオットと。あ、ここじゃ。追いかけたった。あ、ロゼ、ちょうどいいところに。あいつ、エリオットを見なかったか。おったおった。ダイニングの前にいる。は？こんな危ない状況で何やってんだよ。だから、部屋へ戻るように言ってるんだけど、何を言ってもダメみたい。グレッグ、あなたはエリオットと相部屋でしょ？彼について何でもいいから教えてほしいの。例えば、大事にしてるものとか、よく話すこととか。そうだな。ルイス神父に執着してるのは知ってると思うけど、ルイス神父と出会う前にもそういう人がいたらしいよ。で、そこの引き出しにはその人との思い出が入っている箱がある。その箱に触ろうとするだけで怒るし、そもそも箱には鍵がかかってるし、何かあるとしたらその箱じゃないかな。お、ここはノワール先生のピッキング技術が光る時ですね。ローゼ、その箱を見てみましょう。もう開ける気満々です。ここか、これではない。こっち。あ、こういう時こそあれか、集中モードか。ボードゲーム。あ、ボードゲームね、結構人気があるボードゲームとかあるんかな。違うな。どこだって。チェス盤。あ、こっちか。鍵がついた方、ここか。オルゴール、これね。あ、オルゴールなんだよこれ。オルゴール、鍵がかかってるけどどうするの。見た感じシンプルな作りの鍵みたいにね、こうやって。やっぱりピッキング使うんだ。便利ですね、ピッキングって。覚えとったら便利なもんなんですねこれ。え、相手は思い出の品なんじゃ。なんだか悲しい曲。中には小物が入ってるだけね。これは、あー、写真。わー、なんこれ、親子っぽい見た目してるな、なんか。エリオットと、誰だろう、この人。パッと見、しずじみたいね。あ、しずじ。エリオットは、いい家の生まれなのかしら。あー、でもなんかそうかもしれんな、見た目感じ。なんか高貴なところ生まれみたいな、貴族みたいな見た目しとんな、なんてことを思うとったような気がするわ。そうなんじゃ。神父様の前に執着してたのは、この執事かしら。だとしたら使えそうね。何？
え、何？こう写真目の前で破ろうとするの？破れたくなかったらそこをどけみたいな感じ。人が悪いな。人が悪すぎるな、だとしたら。どう使うんだ？どう使うんだ？ほんまにやるんか？目の前で写真破壊たくなかったらそこをどけみたいな感じで やるんか？それはひどすぎるぞ。あ、尋問するんじゃ。あのオルゴールの曲なんだか悲しいね。もしかして開けたの？どうやって？鍵もここにあるのに開けちゃった。ごめん。デヒピロペ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 ロ。ダメダメダメ、あの箱はダメだ。僕の秘密の思い出なのに。は、まさかそのまま開けっぱなしとかじゃ。開けたままかも。わざわざ鍵閉めるやつがいるかね。そんな、神父様に見られたら神父様以外を大事にしてるって勘違いされる。え、別にいいんじゃないですかね。大事な人2人以上いてもいいんじゃないですかね。そんな神父様ってさ、自分以外を大事にされとると思っとったら嫉妬するタイプの人間なん？あ、なんかめんどくせ。この人間関係なんかちょっとめんどくさく感じる。すごい慌てっぷりね。とりあえず邪魔はなくなったし、ダイグニングへ入りましょう。ロトズ、よかった。目の前で写真ビリビリビリって破るわけじゃないやな。何この煙。なんかあるとかそういうわけじゃないっけん。集中も。そもそもこの煙が何なんだって話だけどさ、なんかあるんかな。あれ、でもなんか目星もんの反応はないな。うさんくさく見えるだけなんやな。前ここ鍵あったんかな、確か。キッチンか、問題は。むしろ鍵がかかっていて入れない。え、けどなんか重要アイテム的なもんの反応はないな。え、高そうの壺って、ね、なんかすごい気になるなこれ。まやだ、別になんもないか。なんだ、え、絵になんか問題あった。今ちょっと飛ばしてもた気がするけど、ロゼの反応。ロゼ大丈夫？ここすごい匂い。あ、匂いの元がここから。集中モードでも出てこんかった気がするけど、ここは匂いがきつい。うん、額縁は壁にくっついて取れないみたい。なんだ、額縁に穴が開いてる。何かはめ込めそうな穴。え、どっかな、アイドルこれ。これこれのこと言うかな。どうしましょうか。何かをはめ込む装飾を探す。あ、そういう時にこそ集中モードが近くにあるんかな。4つもくぼみあんの。4つも探さなあかんのか。この奥になんかあるな。匂いって何を隠してんだ。危ない薬隠してんじゃないだろうな。でもどう考えても集中モードの使いどころっていう感じはビシビシと伝わってくる。おっと、なんかでも手がかりがありそうって。ここに来て芸術関連の本、芸術作品やけんなんかあるってこと。そういう本にあるかもなって。仕掛け絵画一。ある頃絵画ばかりが盗まれている事件が多発していた。そこである一人の金持ちが簡単には取り外しができないようにと職人に特別な額縁を作らせた。あ、今回の絵みたいな感じなんじゃ。その額縁には鍵となる4つの装飾が必要。金持ちは昼間は装飾をはめ込んだまま絵画を楽しみ、夜や自分が外出するときにはその装飾を外し、簡単には絵画を盗めさないようにした。おうおう、なるほどね。その仕掛け絵画ってまさに、なるほどね。図書室か。図書室にその続きの情報があるんじゃ。おうおうおう、話がつながっていたぞ。ベティ、こんなところになんでしょう、お前。見てよ、あの子。誰かに依存することで認めてもらいたくて必死な子。すごい陰湿なベティ出てきた、今。愛されたいのに愛されない。
早く諦めれば楽になるのに。すごい陰湿なベティを見てしまったこんなやつだったんかお前。そうか、お前はそんなやつかって。エーミールでできるぞお前。はい、そんなことをしていたら図書室に行きました。なんだ、いきなり出てきたこんなんが。え、ウサギの装飾、あ、1個手に入ったってことかこれで。あーよっしゃー、なんか知らんけど1個手に入った。あと3つウサギの装飾、そしてもう1つ生きるために命を奪う。うわ、なにこれ、すごい、なんか状況に合ってる気がする。生きるために命を奪う。ある金持ちは言った。生命があれば食物連鎖が起こり、生きるため、家族のため、時として望んでいない行動をしなければならない。狩人は狐を、狐はウサギを、ウサギは草を食べる。これは金持ちが死んだ後、共に語った言葉だそうだ。この額縁はまさにこの世界を示していると悲しい瞳で語ったという。はあ。それでウサギのやつがあったとすれば、草と狐と狩人のやつもあるってことか。え、だから何って話やけど。ああ、4つのくぼみにはめ込む順番は、これでわかるようなヒントになったのかな。おそらくそう。まあ、何せよさ、あれじゃ。残りの3つ手に入れんからには、その話までたどり着けんのやけどな。どっかにあるんかな。結構いろんなところ探し回らんかったらあかんのかな、集中モードで。重要人アイテムが他にないことを考えたら、ここでとりあえずおしまいか。おしまいっぽいかな。まだちょっと戻ってきてしまったけどさ、もう一回見とくか。ないか。どっか、ちょっとノーヒントではあるけど、どっかに3つあるってことだよな。つまりこっち側からは開けれんだよな、鍵とかなかったら。待てよ、鍵といえばさ、まだ使ってない鍵があるんよな。アイテム欄どうやったっけ、これか。どの鍵が使ってなかったっけ。中には応接室がまだ使ってなかったっけ。なんかさりげなく使ってたんやけどさ、手に入ったけど、うん、応接間の鍵、なんかさりげなく手に入ったんやけど、使ってないよな。どうやったっけ、応接室。よ、なんだ、なんか間違えてバスルーム入ったけどさ、こういう意味ありげない演習入ったぞ。あー、装飾きた、カリウドのやつここにあったんじゃ。な、ラッキー、間違えた、ラッキー。パカパカする、なんか気になる。パカパカも気になるな。なんでもないんだろうけど、別に普通のあれやけど、パカパカ気になるな。それよりもとりあえず装飾拾っ、え、こっち側から拾うもんじゃないんか、こっちか。こう1個動いて、こうか、ここか。よっしゃ。で、パカパカお調べといたろう。だったらパカパカ、パカパカ真剣奥義、パカパカ真剣奥義。知らんがな。ああ、応接間、なんか鍵使う演出なかったってこと、開いとった、それとも鍵使って開けたようなのを省略しとう感じなんか、どっちなんだろう。どっちか分からんけど、鍵が手に入ったっけ。あ、今は開いとるけど、この先開いてない時がある時に使うみたいな感じなんかな。それとも拾っとったら何とか、大したものは、なんかわざわざ大したものはないものに大したものはないって出てきたらさ、気になるよね。もう何もなかったけどね。何もなかったけどね、残念ながら。キッチン改めて調べてないな。キッチン行くんだったら、あれじゃん、俺、バスルームにはこっち方面行ったけど、キッチンの方、応接室じゃねえんだよ。応接室は違うんだよな。キッチンを改めて調べてないわ。あれやな、ジェフが死んで以来調べてないイメージがあるよな。入れるんか、そもそも。あ、
ドアの中でなんか引っかかってる？開かない。え？あ、集中モードか、ここがこそ。なんかわからんか、集中モードで。あー、そういう問題でもないんだよな。ちょっとわからんか。なんだな？ダイニングもうちょい見てまいりましょう。あー、あるやん！東大元暮らしやんねん。東大元暮らしがあったわ。調べておいてよかった。一応調べておいてよかったわ、お前。どうせないだろうって思うとって調べん人が多いだろうな、ここへん。ああ、終わった。1個見つけた。あと1個じゃ。東大元暮らしっていう言葉がね、似合うような状況だった。あぶな。こんなど近くにあると思わんよな、普通は。あ、ここか。こんなとこあったんじゃ。気づかんかった。キツネか。あ、なしゃん。なしゃん。ここでこう調べれば。え、どっから調べるんこれ。どっから調べれば決定機反応するこれ。え？ここか？あ、ここやな。え、なに？撮った今。待って、今撮ったん？あ、撮れてるわ。あれ？撮ったみたいな演出全然なかった。このゲームが重すぎてか知らんけどさ。マネ何する撮れたらしいわ。よっしゃ、全部揃ったんで、ここ、いけるな。よっしゃ、ここか、くぼみ。これで取れる。これで外せるかしら。わ、なんか偉い壁穴開いてますけど。今朝の揺れのせいで、壁が崩れて、匂いが燃えたみたい。あらははははゾンビみたいな人おるけど。これ誰なの？ここからじゃよく見えないけど、服装と指が切断されてるところを見ると、カーディス神父？そうみたいね。あ、神父か！前の神父か！こんなところ隠されたのか！腐敗の状態から見ると、だいたい死後1、2ヶ月ってどこかしら。あの指は生きてる時に切られたもの。遺体の状態も良くないし、拷問でも受けたって感じね。えぐい！拷問？中庭の悲鳴と関係あるかな？ありそうな気がするな、これ。ローゼ、この教会に安全な場所はないわ。私もいい状況とは言えないし。ノワール、出て行っちゃうの？アーダを置いて行くわけがないでしょ、マッシェリー。今はすぐにでも二人でここを出て行きたいわ。出て行ってくださいよ。でも、クローンアメと神父様がそれを許してはくれないでしょうね。だから慎重にならなくてはダメ。そうか。そんな顔しないで、ローゼ。大丈夫。あなたはいつも通りにしていればいいの。私が守るから。うん。いい子ね。さあ、もう部屋に戻りなさい。私には、まだやることがあるわ。なんだ？今夜も長い夜になりそうね。なんだ？シンプルをどこに呼ばれに行くんか？ベッドの上で音もするんか？朝になった。わっ！まだ誰か死んでんじゃないの？パターンとしては誰か死んでておかしくないんじゃないの？だ？ベティは大丈夫。ベティは大丈夫。じゃあ誰だ？じゃあ誰が死んでる？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 あー！お前かー！お前かー！お前だったかー！あー！まだ死んだ。内臓はなくなってる。もうこの教会に残ってるのは5人だけ。もう一人いるでしょ？あのファルって怪しい男も。ここには人殺しがいる。それなのにどうして何もしないんですか？人殺しね。どっから人殺しになるの？息をしなくなって動かなくなったら、それとも心を壊しちゃったら。何を言ってるんだお前は。知らないうちに私たちは人を殺してしまってるのかも。
ピタゴラスイッチみたいに感じ、何か些細なことが実は人で死んでるような、繋がってるみたいな感じか。落ち着きなさい、二人とも。私たちはみんな家族だ。犯人がわからない以上は身を守ること、家族を守ること、そして信じること。それが一番大事か。今、できる限りのことをしよう。さあみんな、エリオットにお別れを。まあ、そんなことは言おうけど、お前が黒幕でわかっとるからな。どうせお前が黒幕でわかっとるからな。ああ。やべえ。残された子供は、地味な二人が残ってしまった。比較的地味な二人が残ってしまった。地味な二人が。そんなわけで、今回のゲームはここまで。ご視聴いただきありがとうございました。仕上げ。気づいたんですけど、これ、マウスカーソルをこう動かしたら、ロジが回転するんですよ、皆さん。ロジトルネード。